違う、段ボール、自分で蹴った段ボールで作ってやってみて。無理無理無理です、無理です無理です電気つくよ、マウスが持てない。浸透してもらえば。おお、早い早い、押して言ってない。びっくりした、ギュンギュン言ったから今。どうしたやなくちゃ。話が違うんだろう。ちょっと離れましたよ。違う、電気消えた瞬間にキャーッとこうなったから。嘘。いや嘘じゃないよ。でもあれ、オルゴールは止めた方がいいんだよね。あれ？オルゴールは止めた方がいいですよ。でしょ？ゴージャスさん、うん、なんかあのテストプレイしたのとおかしい行動が起こるんですけど、この現場で。え、違うことが起こってるってこと？あの僕がテストすると、うん、時と比べてなんかおかしいんですけど、毎回挙動が。誰？何？何？なんかちょっと違う展開になってるって。本当に怖い話じゃんこれ。次十時。ちょっとこの先見たいんで、ここはサクッとクリアしちゃいましょう。うん、あの、オルゴール止めるだけでクリアできます。よし、じゃあ。ママ。え？ママいやいやいや、待って、いやいやいや。ママやったら11時やんなきゃいけない。そうだよ、逆に今やっといた方が、今やってた方が楽だよ。かもしれないよ。じゃあ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 。サクッと。あ、ちょっと。進んで。あまり、ま、進んで、進んで。どっちでしたっけ？こっちですよね。左。あ、ダメだ、ごめんなさい。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。待って、なんかマックス来てる音するけど、ここには来ないって言ってたよね。ダメです。マックスは2番の部屋の倉庫からは、本来出てこないはずなんです。本来？本来？あ、止めて。止めて。あれ？トキと同じ場所ないよ、オルゴール。どこにあるの？オルゴールの位置はランダムです。ランダム？バカー！どこだ？どこだ？まあ、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 いる、なんだいる！これは、今のは面白い。誰今の？今のは、名前なんだ？新たなやつですね。とりあえずオルゴールの中から出てくる人です。あれ？オルゴールの中から？ああ、はい、そういうことか。あの格好単にさせたいね。そうなんだ。じゃあ、ウルボールに近づけば近づくほど、あの人もいるんだ。やちゃん、いける？やちゃん。シフト、シフト、ガチャにやれば、一緒にクリアすると。はい。もうここシフト押しっぱでも問題ないですよ。はい、探しましょう。二人にはない。ちなみに、その日、さっきのドア開けるとマックスがいる部屋に。わー。あ、そうなんだ。繋がってるんだ。ってるあれ？鳴ってない。鳴るタイミングもランダムですね。そうなんだ。じゃあ、このじゃあ見つけたもん勝ちだ。近いからなるんだよね、でもね。そうですね。そっか。で、なり始めたところの近くに基本的にポップします。え？え？ん？全然ないぞ。おぉ。あ、こっちにも部屋あったんだ。いや、ない。ない。うん、来た！あった、じゃあ。なぜテーブルの上見ないんですか？あ、もう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 。なんでテーブル見ない？見たと思ったの。あれ、でも扉開けてきましたよ、あの人。そう、鳴ってる。あの、オルゴールを開けてきたんです。いけるいける。あ、本当に？はい、あのバフォンって音はオルゴールです。あ、オルゴール？でもあいつは怖くないな。だってオルゴールの小人じゃないか。ね、おじさんでしょ？おじさん。あいつオルゴールおじさんなんだ。あいつちなみに今こっちの区画をあの探してますけど、ママ行ったところまで一回戻らないとダメです。え？何が？あのこっちに基本カードキー湧かないです。あ、カードキー探さなきゃだと。あのマップ見に行きましょう、マップ一回。いろんなとこ。じゃあ4のカードキーは全部探さなきゃいけないんだ。マップどこ？え、多分来た道を相当。戻らないと。でも、至る所に結構あるから、あ、あったあった。あ、これか。黄色がレベル3のエリアなんですけど、レベル、あの、青いところが、
あのママのいた場所、あのママっていう女の子がいたところなんですけど、うんうんうん、はい、右上にありますよね、黄色い区画。あるね。あそこに戻んないといけないんですよ。ここの上の、なんか来てて、赤いところがレベル4になります。あ、赤いところはいけないんだ。あれ、だよ、嘘嘘、今多分真後ろです。真後ろ、あった、あった、止めて、はぁ、よし。マックス来ないね。はい、来ないです。そこ左ですね。ママは右側通行ですからね。ここも電気つくんじゃないか？いや、マックスの、ね、マックスにブレーカーが落とされちゃってます。もう全部の部屋がそうなんですね。もう、わかんないと思う。カードキー探さなきゃいけない。あ、はい。右側通行ですよ。前から来たら右ですよ。右いいね。右だから左にいるんだよ、俺今。おお。どういうこと？おお。なんか言ってることが違うぞ。ちぐはぐになってますね。うん。まあまあまあ、避けれたんでよしとします。なんで避けられたんだ、逆に。これ真ん中に。あ、橋を歩けば平気ってこと？逆に。ここ左です。でも声が、声が近づいてきてる。後ろから来てる。ここだ。よし、ここの中だ。ここ3だからマックスいるってことですか？いや、マックスはいないです。3はね、3は、あれね、オルゴール。あ、そうか、オルゴールだけか。ヒヨッと。これ出ちゃう？そこはレベル4ですね。え？ロックされてるの。そこ左にドアありますよ。え、ここはいいの？あぁ、これ動き始めました。あぁ、止めなきゃ。あはは、すごい机のところに。おー、さっきちらっとカードキー見えました。うん、机のとこに。これだ、黒、やった。じゃあ、そしたらもう一回ママのところ素通りして。あ、そっち戻らなきゃいけないんだ。ですね。さっきの扉じゃダメなんだ。左です。頑張れ。ああ。内側？右だと思うんですけどね。真ん中を歩かなければいいと思うんで、多分隅に行けばいいんじゃないですかね。向きに真ん中にいますけど今。向こうに避けてくださいね。めっちゃ箱動いてるの気になる。そこ右ですね。シフトいる？シフトは？あ、いやでもこれ当たると、いやこれ端っこ、端っこにここぶつかるかも。なんで押してくれないの？ずっとよ、ずっとよ、ずっとずっとシフト押してくれないの、ずっと押してくれないの、エナちゃんが。え、でもこう逆に押すとこう当たっちゃうのかなと思って遠慮してたんですけど、いつもこうやってこうなっちゃうけど、いやでも惜しかったですね、今の。え、じゃあどこからやり直すんだ？また取りに行くところからか。そうね。あとちなみに言ってきますけど、シフトは押さない方がいいです。なんで？正しい回避法をちなみにあれまだ理解してないですね。あれ、止まってっていうことじゃないんですか？止まって右側じゃなくて？音です。音？あの子音で寄ってくるんです。え、走ると当然音が、つまりえなこさん正解だったんです。おー、偶然。いや偶然ではなく考えが見事。もう一回行きます？レベル4だけ見たいです、うん、戻りますか。じゃあそっちはあのゴージャさん違いますよ。もう戻っちゃうんだ。はい、そうか。走り抜けますか？試しに走ってみます。レベル1の部屋でここ。走ってみるとすぐ分かりますよ。そうなんだ。試しにシフト押してみてください。あー、うん、来た。ごめんなさい、早い。角
あ、ほんとだ、探してる。じっとしてたらこっちに来ないですもんね。本当に。道の真ん中をおっしゃる通り通るんで、角に寄っとけば大丈夫です。真ん中なんですね、やっぱり。ただ、通路の曲がり角だと結構、不規則な動きするんで、本当に部屋の四隅というんですかね。角とかを攻めたと思います。いや、これは通り過ぎるの。でも多分右行きました。そうだったんだ。なんで偶然通れちゃったんですよね、最初。そっか。じゃあなんか段ボール蹴ったりとかもあんましない方が。たまにドアの音にも反応したりします。うわ、なんと。そしてオルゴールも来るしね。確かにオルゴール一発アウト。あ、でもオルゴールは違う部屋だからいいのか。うん、ここじゃない。あー、これは。歩いて部屋の角まで行った方がいいですよ。そこ結構危ないですよ。部屋の角。動けない。部屋。部屋の角ですよ。後ろ。動けない。これドア開けられたら必ず来ます。動けない。ゴージャスさん。もうダメなんです。後ろ。待って。これやられるの待ってる。行きましょう。ちょっと待って。前に行けばいいんですか？前に行けばいいだけですよ、ゴージャスさん。走らずに前に行ってその角まで。右。視点は動かしても大丈夫です。部屋ここででしょ？違う、あ、角だけど。角で大丈夫です。大丈夫です。ここでいいのか？はい。ああ、ほんとだ。脈路。そしたら歩きながらだったらもう進んで大丈夫です。右に。何があったんだ、あの子。どこだ？あれ？まっすぐかな？で、右です。あ、そう。あれ、あれ写真撮りたいわ。写真？で、右です。地図ですか？そう、地図見られてる。このボールが出てくる。あ、で、カードキー。同じとこにあった。じゃあ戻っちゃいますよ。あ、いいのか。大丈夫です。戻っていいんです。はい。戻った方がいいんじゃないですか、さっきのエリアに。確かに。一回後ろに下がりましょう。あ、大丈夫か。でも、ここ、あ、いけるかな。大丈夫。大丈夫。動かなければ。まあいいか。あっちに行けって言いなさい。え？あ、いい子ね。音立てなければ後ろから追いかけても大丈夫です。そうなんだ。いや、近づいてきてる。あ、ここちょっと危ない。あ、もう行ったかな。あんまり後ろに下がりすぎると今度はオルゴールが反応しちゃう。確かに。同じ部屋内だったそこ右ですよ。あ右です。そっちじゃないです。ゴジャさん、操作下手になりました。そのまままっすぐ、まっすぐ、まっすぐまっすぐ行って、そこに行きましょう。振り返って、目視した方が安全です。あれ、あ、危ない。あ、危ない。で、走らずに右行きましょう。行っちゃえ。左。地図見て、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 地図見て。またオルゴール出てきちゃう。でも、で、ここ行ったらもう、そのまままっすぐ行って右、右奥にドアがあります。4番の部屋。早く、よし。で、入る。あれ時計が進まないよ。で、ブレーカーがあるんで、どこその奥です。どこその奥の部屋です。ここ、はい、そこです。あった、電気がつく。おおー、安心。で、とりあえずゴージャスさん、一旦ここまでですね。で、一応レベル4の部屋まで入れました。はぁ、すっごい分かりしてる。お疲れ様です。お疲れ様です。5歳老けたぞ、俺。5歳、今日1日で5歳老けたぞ。いやー、でもこれちょっともうすぐ終わるんでしょ。でも
一応、これで、うん、この後、うん、イベントがありまして、うん、その後、朝8時かな、うん、8時7時まで耐久レースです。長い。じゃあこれはもうこのね、マリエナコンビでこの先やっていただこう。俺なしでね、うん、俺なしで。ゴージャス動画でしょう、ね、そうですよ。だから最初の部分だけ指令を与えるって言ってそれで終わるようにする。そしたらやだいやー疲れた。でも俺あのマップをさ印刷してここ置いてほしい。そしたらおいちゃんにいちいちそのあれ右ですって言わなくてもこう見ながらこう行きたい。ということで、あまだまだやりたいね。でもね横に振っちゃって見えちゃったよ。うん、何かしらご縁がありましたらまたやりたいと思います。はい、はい、ということでゴージャス動画ではいろんな動画を紹介していきたいと思いますんで、いろんな動画見てくださいね。いろんなゲームを紹介していきたいと思いますんで、いろんな動画見てくださいね。本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン。ちょっと待ってね。まあまあやったね。まあまあやった。お前いろいろやった。フランケンとかやった。シフト。シフトやりました。シフトやった。はい。シフトだったら誰にも負けない自信ある。あります。空気読みますすごい。本当に。はい。じゃあそのままシフトをしながらちょっと左にダッシュしてみてください。それはちょっとやってみましょう。ちょっとじゃあ左にダッシュ？はい。ドア抜けて左にダッシュしてみましょう。シフトで押して。じゃあ行きますか。せーの。ブーン。誰？エミリー。誰？エミリーですね。エミリーでしょ。エミリーだ。こっから長い長い耐久レースが始まっていくんですよ。